どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は、まあ、アーカイブアップロードというかちょっとね、皆さんに今日お伝えしたいことあって、ウクレレやってると色々あれ困ったなって、あれどうなってんだろう、ここどうなってんだろうっていうことあると思うんですよ。で今日は一応、まあ、いつもやってるこれアーカイブアップロードということになるんですけど、アーカイブアップロードっていうのは今以前に取り上げたね、ガズのガズレレ YouTube の動画をこの後もシェアするってことなんですけど、今回はですね、ちょっと曲じゃなくてそういう困ったことをまとめてる、ね、実はホームページの1枚のページがあるんですよ。ちょっとこれね、皆さん必見です。ここにリンク貼ってるから、これちょっと見てみてくださいね。で、今日はそれずっと見てもらうと、もうほんといろんなね、お役立ち動画が上がってるんですけど、そのページのタイトルも、ウクレレお役立ち動画たちですからね。まあ、だからほんとなんかいろいろ、こう、レッスン動画じゃないんだけど、いろいろコツ、裏技とか、なんでとか、どうしてできないの、そういうことのヒントになる動画がね、あるんですよ。そこ見てくださいね。皆さん、これ見るとほんとお勉強になりますから。で、そのね、動画の中からですね、質問がガズーさんにものすごい質問が多い、パターンをちょっと今日これからアーカイブアップロードでシェアしようと思います。2018年に、ガズさんがめっちゃいい動画上げてるんですよ。はい、その動画のタイトルはこれ、ウクレレで、弾くと指が痛いとか、爪ってどうなってんですか、ガズさん爪切ってる、長い、よく長い人とか短いとか、私わからないという、そういう質問がすごく多くてですね、私がね、もう丁寧に解説してる動画がございますので、これからちょっとそれをね、シェアさせていただきたいんですけど、まあさっきのね、ちょっと行ってみてねっていうお役立ち動画、これはね、もう本当に、時間ある時にはね、見ていただくとね、まあいろんなことがもう満載ですから見てください。じゃあそれでは、ウクレレ弾く時の指と爪どうなってんの動画シェアします。どうぞ。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、皆さん、私がよくですね、何か困ったことないですかって質問するとですね、よくいただく質問がありましてですね、それはですね、ウクレレ弾くときに、右手の指が痛いんですけど、これがすごく多いです。痛いらしいですね。あともう一個ですね、爪、ガズさん爪ってどうしてますかという質問が多いのでですね、今日はね、お役立ち動画をこちらにアップロードしたいと思います。皆さんね、毎日ガズレレ YouTube チャンネルで楽しくウクレレ弾いてますか？はい。いろいろ弾いてるとですね、ふと気づくとこういうところがね、赤くなって痛かったりですね、あと爪がね、中にはちょっと変な減り方しちゃって、ガズさんって爪長いのか短いのかとか、いろいろ気になってくることがあると思うんですけどね。あ、まあ、もしも、このね、ガズレレ YouTube チャンネル初めてご覧になった方、ここにリンク貼っておきます。とにかく誰でもウクレレを簡単に始めてしまおう、どんどん歌おうっていうのがガズレレでございますから、ぜひここのリンクからちょっと覗いてみてくださいね。はい。はい、話は戻りました。まあ、指の話ですよ。ウクレレってこう左手もね、まあ、左手も痛いって話あるんですよね。こういうところはね。コードを押さえるときに、指が、始めたばっかりの初心者の方、指チクッとするっていうか、イタタタってなるんですけど、左手が痛いのはですね、この、こういうところが痛いのは、勲章ですから、ね、よかったです。勲章です。そうするとね、カッチカチやでーになってきますから、だんだんこう硬くなってきて、まあタコができるというか、そうするとね、押されるのもしっかり押されるようになるんで、まあ最初ね、このちょっと皮ができるまでちょっと痛い時期なんでね、皆さん、ちょっと初心者の方はでもあんまりグーッと押さえなくてもいいですよ。要はですね、じゃあ、もうね、押さえられてるのにさらにグーッと押し込むとね、指がただ痛いだけなんで、結構もうちょっと力抜いても音鳴るかもしれない。例えば Dm ってコード押さえて、弾いていくんですよ。だんだん力抜いていくんですよ。あ、この辺はもう力抜きすぎたなって感じで、どこまで綺麗に音が鳴ってるかっていう、これで力がどのくらいで必要かっていうのを測っていただくと、左手はクリアですからね。最低限ちょっと抑える力がいるから、まあ指の硬さが、あとはウクレレのね、この状態にもよります。ここがすごく弦とここの抑えるところが、幅があるとね、ぐーっと押さえるのに力がいるから指が痛くなる。まあこのガズカスタムウクレレはその辺をすごくこだわってるんであれなんですけど、まあよくあるのはですね、安いウクレレだとちょっと押さえにくいとか、高級ウクレレは結構本当にしっかり職人さんが一本ずつやってるんで押さえやすいんですけど、そういう要素もあります。左手はね。はい、じゃあ右手です。よくあるパターン。さっき絵を描いたんです。見てください。でこう見るんです、こう。これほら、人差し指が、こういう風にあって、ちょっとね、絵の方が分かりやすい。ここが痛くなるっていう人がすごく多いです。この赤く。ね。要は、私の予想ですよ。一本の指で、
こういう風に弾いてる方が多いと思うんですけど、まあこんな風に弾ければいいと思うんですけど、この時にここにカツってあったんですよ、多分ここ、このここの隙間のここの上のところにこういう風に当たるから これ痛いですよ、これだって木に当たってるのバーンって、だからここが痛くなっちゃうんですよね。でちょっと当たってるんだけども、何回も何回も弾いてるうちにこうカツ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 きっと当たってるんじゃないかなと思うんですけど、まずここが痛いっていうのはですね、これガズの考え方ですからね。私はあのギターもベースもドラムも、一通りの楽器をやってきて、なんとなくこう人間工学的に基づいて、意見を述べようと思うんですけど、肘でこうやって弾いてるとですね、ここに当たりやすいんですよね。肘でこういう風に弾いてると、はい。なんで私のおすすめはこういうイメージがいいってよく言ってるんですけど、こういうイメージですね。そうするとこういう風に弦に当たるから、ここにはなかなか当たりづらいんですよ。こういう風に軸がこういう感じ、イメージだからまあいいと思うんですよ。はい。あともう一個ですね、皆さん。人差し指一本痛くなるってことは、ウクレレっていろんなプレイスタイルがあって、よく私も、他のウクレレの講師の先生の、動画とか見ると、最初、指一本で弾いてみましょうっていうふうに言われてる方も結構多いんで、私も試したんですけど、私はですよ、ちょっとこれ やりづらい感じなんです。どういうイメージかというと、全部で弾きたい感じなんですよ。こういうふうに。全部の指を使いたい感じなんです。その説明をしましょう。まずね、皆さん体験してもらおう。まず、腕をまっすぐにしてください。はい。その時に、こっから1ミリグラムも力を入れずに、ぐるぐるぐるダラダラダラでやってください。正面から見るとこうですよ。ここを中心にダラ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 ってなってるでしょ？ダラ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 ってなってます。今、ここも力何にも入ってないですね。それで、これで、例えば素早い16ビートとかを弾くのがいいと思うんですよ。はい。これでタラ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 ってできるんですよね。で、ここで動かしちゃうと、こういうふうに、今みたいな。こうなっちゃうわけじゃないですか。はい。で、まあ、ここでこういうふうに動かしたとして、ここからは問題です。じゃあ、これ、指一本だけにして、こういうふうにして、指一本だけにして、同じことやってみてください。いきます。こうです。全然、ここ自由じゃなくなる感じがするんですよね。なんかすごく制限されてる気がします。これを、この、中指、薬指、小指をぐっと曲げることだけで、すごく手首が制約がある感じがしちゃうんですよ。逆にじゃあもう一回開いてやってみてください。すごく自由じゃないですか。すごくスナップが効く。こう、パンパンパンとこう、なんていうの、ゴムのような、ムチのような、こう、しなるんだけど、一本指にしてみると、なんか全然こう、自由じゃない。だから、私が思うには、全体で弾いちゃって、もういいかなって、ガズはいつもそういう感じで弾いてるんですけど、こういう感じで弾いてるんですけど、あとね、もう一個発見がありました。あ、これ。さっきうちになんか説明しやすい道具ないかなと思って、本当はね、ほうきで、表現したかったです。ほうき。なかったんで、ちょっとほうきみたいな毛が出てきましたんでね。これで説明しましょう。いいですか、皆さん。ほうきがすごくヒントになるような気がするんです。いいですか？ここがまあ、吐くとするじゃないですか。ほうきで。そうすると、こういうふうに吐きますよね。こういうふうに、こういうふうに吐く。こういうふうに吐きますよね。こういうふうに。はい。で、皆さんが指が痛い人はね、こう吐いてるようなもんだと思うんですね。ちょっと見づらい。こう吐いてる。そうしたら、こう毛がなんかちょっとぐちゃぐちゃってなるじゃないですか。こうやって入った方がいいよね。こうやって。こういうイメージで捉えるといいと思うんですよね。はい。ダウンとの時、アップの時。ダウン、アップ、ダウン、アップ。こういうイメージ。だから、こうでやると指が痛い。要は、逆さに突っ込んでるわけだ。こういう風に。これを手の動きに応用すると、大げさにやりますとですよ。だから、ですよ。ほうきだと思うとね、いいと思うんですよ。これを使ってみましょう。こういう風に下に下ろして、アップはこうでしょ。こう。こうダウン下げて、アップはこう弾く。これを指でやってみると、私の場合は全部の使うんで、もうダウンの時に、ここに4つ分爪を当てちゃうんですよ。こういう風に。今これ試しのやつで、こういう風に弾けってわけじゃないですかね。体感してもらうための方法です。この一番上の4弦に全部の爪を当てるような角度で、こういう風に持ってください。試しですよ。で、こういう風に弾くんですよ。そうすると、ここが当たりますよね、その次元に。爪が当たる。アップの時はこのまま上に上げます。こうです。こういう、大げさに言うとこういうこと。ほうきで入ってるみたいじゃない？こういう風に弾いて、こういう風に。これでちょっと試しに、じゃんじゃじゃんじゃじゃん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 。これ、引っかかり、全くないです。ここが当たるっていうことが全くないですよね、今の弾き方だと。こういうことですよね。こう弾いて、こういう風にアップにする。ダウンでアップ。当たるところはここ。これが弦だとすると、こ
こういうふうにここが当たって、アップの時はここが当たる。だからここが痛いってことは、きっと起こらなくなります。はい。ちょっとこれだと角度が超、この手首の角度が不自然なんで、こういう感覚と普通のこう手首に弾く感覚を混ぜて、ってやってみると、ここの指の、さっきのね、絵の通り、ここが痛いよってことが、ちょっとなくなってくるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと今日曇ってるから、これ暗いかな。で、私がよく質問をされるのはですね、ガタさんは何指で弾いてるんですかって質問がありましてですね、これ他の動画でも言ってるんだけど、その質問は逆の質問を私はすることにしてましてですね、そこにですね、お掃除してる、お母さんがいたとします。お母さん、お母さん、その今吐いてるほうき、何番目の毛で吐いてるのっていう質問と似てます。なんで私は全てを使って、ほうきのように、この面を使って弾いてるわけですから、はい、ああいうふうに。なっております。ですので、整理しますと、まず第一、肘で、こういう風に弾いてると、まずここにガツって当たりやすいです。こういう風に、ここにね、当たりやすいから、手首を使った方がいいと思います。というのがまず一点。そして、こういう風に、ほうきのように、四つの指でこう開いて、戻して、この感覚をちょっとやってみて、この通りにやらなくてもいいですよ。それと、いろんなことを混ぜて、ってやると、全体が当たる感じだから、指が、ここだけが痛くなるってことがなくなると思います。ここが痛い人はね、やっぱり、すべての演奏をするときに、全部ここが当たるじゃないですか。まあ、もしそういう当たり方しても、指4本だったら、3、まあ、小指は当たってないか。この3つだったら、まあ、分散されるんでね、この当たるところが。なので、いいと思います。まあ、爪を当てるようなイメージだと分かりやすいから、この爪を最初にこう当てるゲーム。こういうイメージだとはいいかな。ここが痛い人はここが当たってるわけだ。こういうふうに横の、このお肉が当たっちゃってるわけですからね。そうするとまあ、うまくヒットしないとガツラッ、あてってなっちゃうわけです。なんで、こういう、ほうき、ほうきのこの、こういう、こういう吐いて、こう戻して、こう吐いて、これと混ぜる。こういうふうに、なんかね。なら、言うとね、ここにまず、蝶子貝がこういうふうに回転する、ここに点があるでしょ。その後、ここにもあるね、こういう動き。これをミックスしてやると、手が痛くなるとか、爪が、はい、なると思います。まあ、指が痛いっていうのはこの件。で、爪なんですけど、見てください。何にもない。普通の人と一緒でも、普通にきっちり切ってます、私は。なんで、特に爪を使った技術というのはガズ的にはないですね。なんで今回ね、爪、普通に、なんでもない普通のお父さんとお母さんと同じように切ってますんで、はい。全然伸ばさないです。伸ばすともうね、ダメです、私は。はい。普通に切ってます。はい。こんな感じでですね、やっぱいろんなヒントがあるんだよな、いろんなちょっとの心がけで。なんで、いろんなこと試してくださいね。で、これが正解というわけじゃないですけど、あ、なるほど、こういう感覚もあるんだな、でもいいと思うんですけど、まあ、さっきも言ったんだけど、指をこういうふうに弦に当てて4弦に、このまま爪で、こう下ろして、次はこのままこう戻して、こう使う、こう使う、ほうきで吐くように。これをちょっとね、皆さん試してみてください。ほうきでこう吐く。こう吐く。こう吐く。はい。こうじゃないですよ。これ痛いやつです。ガツッ。これガツッって、もう毛がもうぐにゃってなっちゃう。鳴らす、鳴らす。はい。これでいきましょう。はい。ただしこれ、こうしろっていうんじゃなくて、私はそういう弾き方で、まあ、それだと結構自然にできるかなというご提案ですんで、ご自身でいろいろ、ミクスチャーして、面白い感覚で、手首とか指の使い方、爪の使い方、探してみてください。はい、今回はそういうわけで珍しくね、なんていうかな、お役立ち動画、アップロードしてみました。指が痛い人、ここ大ヒントですよ。こういう風に当たってるんじゃなくて、こう使うんですからね、こう、アップもこう。はい。ちょっと、いろいろ試してみてください。はい、お役立ちだったでしょ？これもお役立ち。このね、こんなようなね、動画がもう多分だけど20本か30本ぐらい、そこのね、さっき言った、ページのところにはあると思うので、じっくり見てもらうと、またこのウクレレとか音楽が楽しくなるかな、というふうに思いました。そしてですね、本日、9月23日よりガズのわがままウクレレ、また予約再開しておりますので、ご興味ある方、ぜひホームページ行ってみてください。よろしくお願いします。そういうわけでガズレレではこんな感じでね、いろんな、あっちからこっちからも音楽面白くやろうよ、というご提案
案させていただいております。この楽しさ、今度は周りの方にも皆さんお伝えください。ガズレレ YouTube チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね、500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはね、アプリなんですけど、ガズレレの。こっちも相当ね、いいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ、前半にゴズレさんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、ところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね、水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ、これ。うちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね、40年、50年この水引きに携わってるんでね、これね、ぜひ皆さんこういうのね、ホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック。ここにほら、わかる？ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。で、これどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて。で、これ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたり、カポ入れたりとかできるかなと。で、これはですね、譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい。そしてこれパッと収納すると、もうね、オールブラックなんで、結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ。これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけない、この本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせて、なんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね、9万8000部とか、9万9000部近くの、出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい。ぜひ皆さん、こういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くより、やる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。